挨拶に先立ち、この度令和6年能登半島地震により亡くなられた方々に哀悼の意を表し、ご遺族と被災された方々に心からお見舞いをお伝えいたします。今なお安否が不明の方や避難を余儀なくされている方も多く、救援と復旧の作業が速やかに進むことを心から願っています。警視庁は首都警察としての機能だけでなく、都道府県警察の中で最大規模の組織としての重要な役割も担っていると聞いており、皆さんが今後も社会情勢の変化に対応しつつ責務を果たしていくことが望まれます。ようこそ皇室ジャパンへ。1月15日警視庁創立150年記念式典が開かれました。この日、天皇陛下と皇后雅子さまが出席され、式典に花を添えました。そこでは天皇陛下は能登半島地震の被災者に向けて心からのお見舞いの言葉を述べられ、参加者に深い印象を残しました。挨拶に先立ち、この度令和6年能登半島地震により亡くなられた方々に哀悼の意を表し、ご遺族と被災された方々に心からお見舞いをお伝えいたします。今なお安否が不明の方や避難を余儀なくされている方も多く、救援と復旧が速やかに進むことを心から願っています。警視庁は首都警察としての機能だけでなく、都道府県警察の中で最大規模の組織としての重要な役割も担っていると聞いており、皆さんが今後も社会情勢の変化に対応しつつ責務を果たしていくことが望まれます。午前11時から始まった警視庁創立150年記念式典で、天皇陛下は式典の始まりに能登半島地震の被災者へのお見舞いの言葉を述べました。この日は両陛下が5日に石川県知事にお見舞いの気持ちを伝えた後、公の場で初めてお見舞いを述べるという特別な瞬間でした。式典には小池都知事や露木警察庁長官など多くの要人が参列しました。この式典で小島警視総監は決意を新たにし、首都東京の治安維持のため邁進することを誓いますと力強く式辞を述べました。その後両陛下は警視庁の通信指令センターを視察した後、特殊救助隊の隊員と会い、倒壊した家屋からの生存者救出についての話を聞かれました。この度の地震発生後、初めての式典出席となった天皇陛下のお言葉は多くの注目を集めていました。陛下は式典で被災者へのお見舞いの言葉を述べるとともに、救助活動に従事する警察官らに対しても感謝とねぎらいの言葉を送りました。これらの心温まるお言葉が被災地にいる方々や支援活動に携わるすべての人々に届くことを願います。この度の災害を受けて天皇陛下が心温まるお言葉を述べられたことは多くの人々にとって感動的な瞬間でしょう。警視庁創立150年記念式典はそのような思いを表す絶好の機会であったと思われます。警視庁との長い関係を考慮し、また災害発生から2週間というタイミングで行われたこの式典は負担をかけないよう配慮されたものかもしれません。
内容だけでなく、そのタイミングと場所も、警視庁150周年式典に出席された天皇陛下と皇后陛下は、式典でのお言葉に先駆けて、真っ先に能登半島地震で亡くなられた方々への哀悼の意を表し、被災者や救援、復旧活動に従事する方々への深い感謝とねぎらいのお言葉を述べられました。地震発生から2週間が経過し、両陛下は報道を通してこの悲しい出来事に胸を痛めていたことでしょう。陛下と皇后陛下は被災者や救援者への深いご配慮をお言葉で表明され、今なお安否が不明の方々や避難している方々に思いを馳せ、救援と復旧の作業が速やかに進むことを心から願っています。また厳しい天候と寒さの中で災害対応に力を尽くしている関係者の皆さんの努力を深く感謝いたしますと力強く述べられました。このお言葉からは両陛下の被災地への思いやりと支援への願いが感じられます。天皇陛下と皇后陛下が被災地へのお見舞い金をお出しになり、現地訪問を控えられたことは深い配慮の表れとして報道されています。帝王学に通じた陛下の現地の混乱を避け、人々の心情に寄り添う判断は令和の時代にふさわしい素晴らしいお振る舞いであり考え方です。特に感染症の拡大や戦争、自己災難が頻発するこの時代において、その姿勢は称賛に値します。両陛下が能登地震で被災された方々に寄り添う姿勢はもちろん、自衛隊や警察官などの捜索活動に尽力する方々への感謝の念を示されたことは、まさに感謝の気持ちでいっぱいです。私たち一般の人々には難しい、すべての関係者の心に寄り添う能力をお持ちの両陛下は、まさに共感性のエキスパートです。この素晴らしい両陛下の御代が長く続き、将来敬宮様に継承されることを心から願わずにはいられません。天皇陛下が地震に遭われた人々のことを深くご心配されている様子が、被災地域のすべての人々に伝わることを心から願っています。陛下の言葉は多くの人々にとって心の支えとなり、感謝と励ましを与えていることでしょう。天皇陛下の温かいお言葉は救助活動に携わる警察官たちにも大きな励ましとなったに違いありません。被災した方々が直面している厳しい状況の中で、警察官たちも多大な努力をされています。天皇陛下の優しく温かい言葉からは、被災地への深いご心配とお心を痛めている様子が伝わってきます。天皇皇后両陛下はお見舞い金も差し上げ、一日も早く被災地を訪れて被災者をお見舞いしたいと思っていらっしゃることでしょう。安否不明者が早く見つかり、被災者が穏やかな生活を取り戻せるよう心から願っています。いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対して、いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。
それではまた会いましょう。